率直にやっぱりめちゃくちゃ悔しくて、やっぱ自分が今回作品作らせていただいたからこそラウンド7に続きやっぱりめちゃくちゃ悔しかったんですけど、まあでもすごく角川ドリームズさんもかっこよくて素晴らしくて、今では納得の結果でもあるのかなと思います。すごく褒めてくださる D リーガーの皆さんもたくさんいたり、ファンの方々だったりそうでもない方でも、そうか今回の M も良かったって言ってくださる声っていうのはすごく届いたので、それを皆さんに感じてもらえたことがすごく私には意味があって良かったのかなと思います。前回のラウンドは結構やりきれなかったなっていう部分もあったりとかして、反省点もいくつか出たんで、まあそこをきっかけに何かもう一つ決め手になる作品作りをしていけたらなと思いました。毎ラウンド相手に対してどう攻めるかっていうところで、前回は作品自体の詰めもまだできてなかったところも多かったのかなっていう印象で、やっぱりそこを強化してこう自分たちの持ち味というかクリエイティブな部分をもっと出せたらいい勝負にはなったのかなっていう、もうちょっとこうできたらよかったなっていうところです。個々のスキルっていうのはめちゃくちゃすごくて、個々のスキルがすごい方たちが集まってるからこそ迫力っていうのはすごいと思うんですけど、私たちも一体感だったりチームワークっていうのは絶対に負けてないと思うので、そこの一体感私たちが作れば絶対にディップさんでも勝てるかなと思ってるので、すごく楽しみです。ケンセイさんの吸い込まれる雰囲気だったり、あのすごく独特な振りだったり形っていうのはすごいなって感じているので、今回もどのような作品で来るかはまだドキドキしてるんですけど、私たちも負けないっていうところを見せたいなと思ってます。今回は初の SP ダンサーさんが参加してくださるということで、作品も全て SP の方が作ってくださっているので、本当に私たちにもすごく新鮮な作品にもなってますし、初の試みでもあるのですごく楽しみに待っていてください。いつも応援してくださる皆様本当にありがとうございます。ラウンド8は悔しい結果で終わってしまったんですけど、ラウンド9は SP ダンサーさんが参加してくださるということで、私たちもすごく楽しみですし、その SP ダンサーさんは19日のアイムン公式インスタライブでも発表しますので、そこでも楽しみに待っていてください。ラウンド9も頑張ります。テーマは前回アイムーンがスコーピオン、虫みたいなテーマでやってたんで、まあ、僕らももともとやろうとしてたんですけど、まあかぶせてこっちの方がやばいでしょっていう感じで戦って、真っ向から勝負しに行こうかなと思います。今回は僕の得意とするスタイルのハウスダンスで一風変わったスタイルになるんですけど、とにかく見たことのないものの連続が期待できるかなと思います。新しいものを生むっていうのはすごい悩む時間も多かったりするけど、けどやっぱり見てる人はそこを期待してるというか、リップが期待に応えられるのはアイデアだったり目新しさみたいな、そういった感動を与えられる立ち位置にこのチームがなればいいなと思ってます。リップバトルズアイトです。毎回言ってるんですけど、今回はまたヤバい作品なんで、びっくりしたようなダンスが見れるんで期待しててください。よろしく。